はい、皆さん、今日おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。今、紹介いただきました、白石と申します。今日は、私がやっている研究の、一端といいますか、どの辺が面白いのかということと、どういうものに使えそうかなっていう、まだ応用はかなり遠いですけれども、そういうイントロダクトリーのお話ができればなと思っております。で、私は工学部の電気電子工学科というところにおるんですけれども、今日のこの公開講座は、なんか工学の今を知るっていうことみたいなんですが、私かなり工学と理学のちょうど中間ぐらいのことをやってまして、よく知らない人が私の話を聞くと、あれ、白石さんって理学じゃなかったの？とかいう、よく妙なこと言われるんですけれども、そういう意味では工学の面白いところと理学の面白いところを両方やっているというような感じです。で、私自身、今やっているこのスピントロニクスという研究分野、非常に気に入っておりまして、かなり長い間、十数年ぐらいですかね、やってますので、その面白さの一端を今日は感じて、お帰りいただければと思います。で、まず今日はこのスピンというお話をするんですけれども、多分スピンという言葉は聞いたことがあるという方がかなりたくさんいらっしゃるのではないかと思いますが、いかがでしょうかね。スピンという言葉、今日初めて聞いたっていう方いらっしゃいますか？やっぱりいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。実はですね、スピンと言いますのは、これからもうちょっと細かい話をするんですが、電子が持っている性質の一つです。で、人類はそれを何に使ってきたかというと、これ、磁石のもとでして、よく子どもの時に磁石でいろんなものくっつけたり、砂鉄を、集めたりとかして遊んだことがある方多いと思うんですけれども、磁石の持ってるこの磁性というんですが、そういう性質の源です。だから、スピンというと、基本的にこう磁石だと思っていただければいいです。で、そうすると、スピントロニクスとかスピンとか言っても、要するに磁石のことねっていう感じで、かなりフレンドリーな感じになると思います。で、まずその磁石についてもう一回ちょっと復習をしてみましょう。一般にこの永久磁石っていうのを我々言うんですけど、磁石のことをですね、鉄とかコバルトとかはそうなんですけれども、くっつくものとくっつかないものはどういう違いがありますかと。で、まず永久磁石、ご存知のように N 極と S 極があります。で、これ、中見ると N 極と S、がこう S 極がこうどんどん分かれてて、両端が N と S でっていうふうになってるんです。どこまで切っても磁石ですと。で、磁石につくものは、外から見ると、なんか何もそういうものがないように見えるんですけれども、中見るとですね、ちっちゃな磁石がいっぱいある。一方で、中にある小さい磁石は N 極と S 極の向きが全然揃ってません。なので、全体としては磁石につくけれども、自分自身は磁石にならない。で、そもそも磁石にくっつかないものってどういうものかと言いますと、外から見ると磁石につくけど磁石じゃないものと同じですが、中を見ても何も磁石がないので、もうそもそも何もつかないと。こういう3つの大きな違いがあります。で、磁石にくっつくものに永久磁石を近づけるとどうなりますかと。で、これ磁石じゃないものですけれども、それにこう磁石を近づけてみると、外から見ると S 極に近いところが N 極になって、その反対、遠いところが S 極になると、そういうことになります。で、これ実はですね、単純にこの N と S でガバッと分かれてるわけじゃなくて、中を覗いてみると、やっぱりこう小さな N 極と S 極が最初バラバラだったのが、外から磁石を近づけることでこう揃うと、こういうことが起こってます。なので、これ、小学校ぐらいの時に多分最初に結構印象的に授業であると思うんですが、2つの磁石をパカッと割ると N 極と S 極があるから、N だけ S だけとかになるのかなっていうのを、多分私自身も子供の頃思いましたし、興味があったんですけど、これ当然ならないんですね。これ磁石でも、中見るとこうちっちゃな磁石がいっぱい並んでるので、どっかでカパッと割っても、割ったところでまた N と S に分かれて、いつまでたっても N 極と S 極がずっとあると。これが、小学校ぐらいの理科の時間でやったと思います。で、これが、いわゆる磁気記録。多分、今の学生は、ビデオテープとかカセットテープ知らないので、
下手すると CD も知らないかもしれないぐらいなんですけれども、我々の世代、少なくとも私の世代はビデオテープやカセットテープ全盛期でして、磁気記録、あれ磁気記録なんですね。テープにこう磁性体塗って記録をしたんですけれども、磁気記録の原理っていうのは、このちっちゃな磁石をバーッと並べて、ところどころ N 極と S 極の向きを無理やり変えて0111とか言って書き込みをしたと、まあ、これが磁気記録の原理です。なので、これもうちょっと外から見ると、こちらこれは左向きに磁石で、ここの部分は右向きの磁石でっていう風な構造になってます。で、この一つ一つのところは軸という、まあ、磁石の区域なので軸という言い方をしまして、このちょうどぶつかったところ、お尻のところ、これ磁壁というふうに言います。で、まあ、センシングのところは、まあ、今日の話じゃないんですけど、まあ、基本的にこの漏れてくるこの、磁力線を、まあ、読んで読み出しをすると、まあ、そういうふうになってます。で、まあ、冒頭その磁石になるものは鉄とかいろいろコバルトとかありますと言いました。で、鉄を例にとりますと、一番鉄の建築物で、鉄を使った建築物で良いものというのがパリのエッフェル塔みたいです。これ高さ321メートルあります。例えばこの1段目、ここまでは、まずエレベーターではあるんですけども、で確かここで乗り換えてさらに上まで行けるんですけども、1段目のところですね、これ57メートルあるそうです。で、これだいたい比率で言うとですね、地球の直径に対するオーストラリア大陸の直径ぐらいです。で、この1段目のエッフェル塔の高さ57メートル、これ全部鉄でできてるんで、一気にこの鉄原子の大きさどれぐらいですかって話になると、鉄原子の大きさってたったの 0.2 ナノメートルです。ナノメートルっていうのは10のマイナス9乗メートル、いきなりものすごくちっちゃいですね。で、これどれぐらいの比率かというと、オーストラリア大陸に対する赤血球ぐらいの小ささ、もうかなり小さい。で、この原子の大きさが 0.2 ナノメートルですので、その周りをまあ電子が回ってますから、まあ、電子はもうちょっと赤血球に対して欠けないぐらいの小ささということで、まあ、電子相当小さいなっていう感じだと思います。地球に対する赤血球がエッフェル塔に対する鉄原子1個なんで、まあ、それよりもさらに小さい電子を、まあ、我々をまあ、ね、いろんな形で使っていると。で、電子には電荷っていう自由度がありまして、我々のことは自由度っていうのは、まあ、持ってる性質ってことなんですけれども、この電子は電気を運びます。これはもう皆さんよくご存知と思います。で、電流をちょっと見てみましょう。これ、まあ、例えば鉄原子だとします。で、電子がこう流れます。ただし、電子には、実はこうスピンと。これがスピンなんですけど、まあ、要するに小さな磁石ですね、の性能、機能を持ってまして、電子が流れると電荷も流れるんですけれども、このスピンっていう小さな磁石も流れます。まあ、これがまあ電流です。だから、我々何の気なきしに普段電流使ってますけども、主に我々はこの電荷の運動を見てるのだけなんですね。で、実は電子にはスピンっていうこの磁石の機能があるので、我々普段気づいてなかったけれども、磁石も流れてる。磁石の流れもあると。で、これよく見ていただくとですね、電子の持ってる磁石、例えば今こっち N 極こっち向いてますよね。これ流れると、ある距離走ると向きが変わるというようなことが結構頻繁に起こります。で、実はこれを、スピン拡散長という言い方をします。まあ、スピン散乱長、スピン拡散長、ちょっと いろんな言い方あるんですけれども、まあ、要するにスピンがの向きが変わる距離をスピン散乱長、スピン拡散長というふうに言うというふうに思っていただければいいです。で、ある距離走ると向きが変わります。これが非常に重要です。後から聞いてきます。で、今までスピンという言葉を聞いたことがあるという方で、かなり多くの方がこういう似た図を見たことがあると思うんですが、電子があって、電子はもちろんマイナス E っていう電荷を持ってますが、電子がこう自転をして、N 極と S 極が出ると、まあ、こういう絵を見た方が結構多いのではないかと思います。で、これはですね、実は、まあ、古典物理学でいうところの、この遠電流が流れてて、遠電流が流れるとこう磁力線が出ると、まあ、これの、まあ、似せてというかですね、まあ、これで理解しやすいように無理やり書いた図なんです。で、実はですね、これも後でご説明しますが、これはあまり正確な図ではありません。
で、まあ、ともかく、まあ、非常にラフに言えば辞典みたいなもんだと思っているんですけれども、決定的な違いがですね、あのスピン核運動量と、スピンって実はスピン核運動量というのが正式な名称なんですけれども、4倍分の H という形で、飛び飛びの値を取るということがよく知られています。H っていうのはプランク定数と呼ばれる、まあ、量子力学的な量でして、まあ、この量子力学的な量で書かれていて なおかつ飛び飛びの値を取るということで、まあ、非常にこれは量子力学的な量であるということが分かっています。で、まあ、ちょっとこの正確じゃないというあの問題を後で考えるために、まず最初にちょっと問題というかあの考えていただきたいんですが、まず最初の、まあ、もう問題っていうほど問題じゃないという気もしますが、電荷とは何でしょうというのを考えていただきたいと思います。いかがですかね。まあこれは冒頭今までずっとあの言いましたけど、電荷っていうのはまあ電子の持っている性質で、まあ、電流の源ですよね、になってます。でこれちょっと大事な問題で、電荷は電子のどこにあるでしょうかと。この2つ前の絵を見ていただくと、なんかね、あの電子がこう、電子はこうなんか球をしていて、そのどっかにありそうな感じがすると思うんですけれども、電荷は電子のどこにあるか、これ結構非常に根本的な問題で、大学の4年生ぐらいだと結構答えられない。あの今まで一番面白かったのは、とある学生、あのうちの研究室に配属された学生に最初に僕インタビューするんですけれども、電子って、あ、電荷って電子どこにあるというと、こうこの辺とか、こうあのボールの形をして言うんですよね。この辺ってどこで、うん、まあ表の方かなみたいな話になって、じゃあ中の方は何があるのって言ったら、うんっていう話になるんですけれども、実はですね、あの電子って素粒子なんですね。なので素粒子って何かっていうと、あ、まあ、素粒子ってもちろんあのいろんな定義あるんですけれども、クォークとか電子とか、あとニュートリノも素粒子ですけれども、共通するのは素粒子っていうのはこれ以上分けられない、小さくできないというのが最も大事な、概念です。で、今の物理学では素粒子は点だと、点と近似してよいと、あと点だと思って何の問題も、問題もというのは、つまり他の理論との整合性に全く問題が出ません。で点というのはどういうことかというと、大きさとか領域がないということなんです。で、まあ、これあの結構受け入れるのにあの人間は時間がかかってまして、ノーベル賞を取られた湯川先生もあの後半生はこの素粒子の定義というのをかなり悩まれたそうで、例えばあの一つの試みとして素領域っていうあの考え方を提案されて、あの素粒子だけれども領域はあると、非常に小さいけれどもっていうような形で理論を書き換えようとされたこともあったようなんですけれども、まあ、現代の物理学では領域はない、大きさはないというふうに考えてよいということになっています。ですので、どこっていうのはないんですね、点ですから、大きさがないので。だからさっき言ってた学生はこう丸みたいになって、この辺って、そのこの辺はないんです。で、じゃあこの電荷って何ですかというと、まあ、ちょっと専門的な話ですけれども、これは、まあ、クーロン相互作用と言われる電子と電子の相互作用の、まあ、強さの指標だと思っていただければいいです。まあ、要するに例えば電子と電子をボンとぶつけた時にどう跳ね返るかっていう時の、まあ、各式の、まあ、結合定数って我々呼ぶんですけれども、まあ、そういうふうに理解してよろしいというふうになっています。でこれを踏まえますとですね、スピンは電子のどこにあるかっていうのは結構難しい問題です。というのは、もうもはやスピン、電子は大きさがないので、大きさがないものは自転しようがない、くるくる回れないわけですよね。じゃあスピンはどこにあるのかって。これはだから先ほどお見せしてこの絵ですね、この大きさがあってくるくる自転して自転をするから円電流と、まあのアナロジーで N 極定数 Q が出るっていうような、こういうまあ古典的な、古典物理的な描像は間違ってると。ということになるわけです。なのでそれが私先ほどあの正確ではないというふうに申し上げた理由です。でスピンっていうのは実はちゃんと定義があります。スピンを定義するためにどうしても量子力学的な考え方をしないといけません。で物理をもし習っ高校の時に習ったという方がいらっしゃったら、運動方程式というのは多分1年生か高1か高2の時にあったと思うんですけれども、まあ、物の運動を決める式です。例えばこのポイントは今からポタッと落とした時にどう落ちるか、何秒後に床につくかって、こういうのを記述するのが運動方程式です。
で運動方程式を、まあ、きちんと立てた完成させたのがニュートン、ここに写真ありますけどニュートン方程式言われています。ニュートン方程式、まあ、こういう形です。F、力が1の時間に対する2回微分に質量をかけたものでかけると。で、これはただしニュートンが作ったぐらいなんで、まあ、1600年代ですから古典物理と言われるやつで、今は現代の我々は量子物理っていうのがあるということを知っています。で量子物理学における運動方程式を初めて作ったのがシュレディンガー、エルヴィン・シュレディンガーっていうこの人ですね、オーストリア人だったと思いますけれども、これ Hφ イコール Eφ、まあ、なんか謎の呪文のような式ですけれども、まあ、これもまた運動方程式です。これで、電子の運動とかが全部記述できる。ですがここでもまだ足りてない要素がありまして、それが何かというと相対性理論です。相対性理論っていうのはアインシュタインが編み出したものですけれども、でこの量子物理学と相対性理論を合わせましたと、合わせた、運動方程式を作ったのがポール・ディラックというイギリス人で、ディラック方程式と言われています。ですのでこのニュートン方程式もシュレディンガー方程式もディラック方程式も全部運動方程式です。ですけれども使える範囲にそれぞれ限定があるということです。で実はスピンっていう概念はこの量子物理学と相対性理論を合わせて初めてちゃんと定義できるんですね。でまあここから先は難しい話なのでもう言えませんけど、まあ、こんな形ですごく複雑な式なんですけれども、これがまた運動方程式であるということです。でスピンはどういうふうに見つかったかということなんですけれども、1924年に、ウォルフガング・パウリっていうオーストラリア人が量子力学的で2つの離散的な物理量があるというふうな存在を予言しました。量子力学的でって言ってるのはこの先ほどご説明した 4π 分の H プランク乗数、量子力学的な量で2つの離散的な値を取ると。これ要するにスピンのいうところの上向きスピンと下向きスピン、つまりアップスピンとダウンスピンのことです。でこういうものがあるはずだというのをパウリが予言しまして、3年後にこのスピンを検出する行列、パウリ行列というんですけれども、それをパウリが、提案しました。でこのパウリがスピン行列を、定義した次の年に、先ほど一つ前のスライドでお見せしたディラックがディラック方程式を見出してきちんとスピンの定義を確立したということです。ちなみにちょっと話それますが、このパウリっていう人は非常に賢い、非常にというのは超度級に賢い人で、非常に優れた理論家で、まあ、パウリが、まあ、これは、ま、この理論は正しいだろうねと言ったらほとんど間違いなく正しくて、パウリがあの理論はダメだねって言ったら間違いなくダメだったということで、パウリのご選択と言われてまして、パウリが正しいか間違いか決められるぐらい賢いと言われてました。まあ、ちょっとパウリに関するいろんなジョークがいろいろあるんですけど、まあ、もし時間があれば後ほどで、まあ、スピンがいうのとにかくちゃんと定義されました。で最初の方でスピンは核運動量ですと言いました。スピン核運動量です。なんで核運動量なのか、なんか量子力学と相対性理論を合わせてなんか定義される、それどこが核運動量なの、なんか回転と関係あるんですかって話です。で核運動量っていうからには必ずなんかこう物が回ってる、この回転の運動と関係があるということなんですね。まあ、台風のコリオリの力とか、あれ全部核運動量みたいなもんなんで、あと、浅田真央がスピンするのもあれも核運動量を使ってるわけなんですけれども、スピンが核運動量であるということを証明したのが、アインシュタインとドハースです。こちらが有名なアインシュタイン、こちらはドハース。多分初めて顔を見たっていう方も多いと思います。私も初めてちゃんと認識しましたが、どういう実験か今から説明します。まずですね、真空中に、静かに磁石の棒をぶら下げます。で次に磁石の N 極の向きをどっちか決めます。まあ、今この図だと下向きを N 極だと思ってください。で次にですね、外から磁場をかけて、スピンの向きを変えます。具体的には外部磁場はこちら側、つまり最初の N 極の向きと逆向きにかけます。でそうすると強い磁場をかけると当然磁石の向きは外に引っ張られて逆になります。だから今これ下向きが N 極ですけれども、外からこちら向きの磁場をかけると上向きが N 極に変わります。ただそれだけです。外部磁場をかけてスピンの向きを変える。で大事なのは何にも外からは力を加えない。だからそのために真空中にで密閉して風とかの影響もなくぶら下げたまま、もちろん人間も何もしません。で何が起こったかというと、磁石の棒が勝手に回転が始まります。
で、これなぜかと言いますと、これも高校の、力学の授業でもし習われた方がおられたら思い出していただきたいんですが、運動量保存則っていうのがあります。これ絶対破っちゃいけない、これとエネルギー保存則、この2つは絶対破っちゃいけない、あの法則です。時々間違えたことを言う人がいるといて、調べると必ずどっちかが破れてます。まあ、そういうものですから、で実は運動量保存則ってつくんですけど、あのこれ核運動量も運動量なんで、核運動量も保存しないといけません。だから核運動量保存則っていうのは成り立ちます。で、とにかく実験的に彼らが観察した中では回転が始まってますから、まあ、あの物理の言葉でいう力学的な核運動量っていうのは必ず出てるわけですね。そうじゃないと棒回ってくれないので。で最初は単に静止してたのに、外から外部磁場かけるだけで勝手に回り始めてるわけです。で最初は、回転してないわけですから、核運動力学的な核運動量はゼロなわけですが、にもかかわらずどっかで回転し始めるっていうことは、他の我々が気づいてなかった核運動量がどっかにあって、それが変化していると。これによってこの系の、全部の核運動量が保存されるということが起きます。でよく考えてみると、何が変わってたかって言いますと、この磁石のこの N 極の向き、つまりスピンの向きが変わっていたわけですね。ということは、スピンの全部の和と力学的な核運動量、このさらに和、これが全体として保存している。ということは、この保存則を守るために、磁石の向きが変わる、つまりスピンの向きが変わることで、変わった核運動量を力学的な核運動量に変換して放出して、全体としてつじつまを合わせていると。これが彼の実験から得られる教訓というか、まあ、あの物理の理解でして、これからスピンは核運動量の一種であるということがわかります。で、これがその、アインシュタイン導発実験の絵でして、これアインシュタインの唯一の実験というふうに言われているそうですが、これベルンかチューリヒかどっちかにある、チューリヒにあるのかなと思います。で、まあ、ここに漫画出してますけれども、外から磁場をかけて、もうちょっと始まりますね。はい、物質の中のスピンの向きが、ある一点揃う、バラバラだったのが揃う、ないしは反転することが起こると、静かにこう物質が回り始める。これがアインシュタイン・ド・ファース効果と言われる効果です。で実はですね、この逆効果っていうのがあります。これバーネット効果、バーネットさんが見つけたのでバーネット効果って言われてますが、これを今度逆で、物質を逆に回すんですね。さっきは、磁石スピンの向きを変えてたら回転したんですけども、今度は勝手に今度は、物質をブンブン回すんです。ブンブン回すとスピンが勝手に揃うので磁石になるという効果です。残念ながらバーネットさん写真探したんですけど見つかりませんでした。残念なんですけど、もしご存知の方いたら教えてください。ということで、これ逆効果です。で、この逆効果があるっていうのは結構重要で、物理のおける物理学上の効果には逆効果があることが結構多いんですね。これオンサーガーの相反性と物理の言葉で言うんですが、ノルウェー人のラルス・オンサーガーが、理論的に見出した法則で、逆効果があるっていうのは結構非常に大事で、逆効果を証明することでさらに正効果の方の正しさが証明されるっていうことも結構あります。はい、ということで大体ここまで磁石の話をしてきたんですけれども、じゃあそろそろスピンエレクトロニクス、スピントロニクスの方に行きましょう。で今までご説明したように、電子には電荷とスピンと2つありますと。でスピンの方は磁石の元です。電荷の方は電流になります。でこれを我々何に使ってきたか、20世紀までに何に使ってきたかというと、磁石の方は例えばフロッピーディスク、これももうないメディアですけれども、磁気工学と言われる分野に使われましたし、電流の方はその電流のオンオフ、あと電荷のあるなし、こういうのを情報の源にして半導体工学というのが栄えたわけです。で、スピントロニクスというのはこの磁気工学と半導体工学のいいとこ取り、つまりスピンと電荷を両方うまく制御しましょう、うまく使いましょう、今まで片一歩しか使ってなかったわけですけれども、両方使いましょうっていうのが、まあ、スピントロニクスの基本的な概念で、まあ、狙いでして、今までになかったデバイスを作りましょう、ないしは今までのデバイスでできないことをやりましょうっていうのがスピントロニクスの、まあ、狙いです。まあ、実際、まあ、いろんな応用も提案されたり、実際応用になってます。例えば、センサーで使われたり、吹き外メモリーになったり、光アイソレーターとか。でまあ、将来的には量子コンピューティングとか、今、スピンを使った新しい演算とか、そういうのにも使おうというふうに言われています。
で、スピントロニクスで一番大事な効果が磁気抵抗効果と言われるものです。で、これ巨大磁気抵抗効果とトンネル磁気抵抗効果とかもあるんですけれども、基本的な原理は一緒で、この、まあ、今絵にしてますけれども、水色のところが磁石です。で、このスピンの向きだと思ってください。で、この、茶色のところが、まあ、電気を通すものでも通さないものでもよくて、通すものでやると、巨大磁気抵抗効果と言われるもので、通さないものでやるとトンネル磁気抵抗効果と言われます。で、基本的な考え方はどちらも同じで、要するに、磁石の向き、スピンの向きが揃っている平行であるときには、この素子の抵抗は低くて、反対向きのときは抵抗が高いと。これで情報のオンオフを決めると。半導体工学だと、電子がいたら1、いなかったら0っていうふうにやってますけれども、この場合は、スピンの向きが平行か反平行かで、情報のオンオフを決めているというだけのことです。で、巨大磁気抵抗効果っていうのは1980年代に見つかった効果でして、もう応用にもなってます。こうハードディスクの、読み取りのヘッドとかで使われてます。で、まあ、結構、まあ、そういう意味では古い効果なんですけれども、じゃあなんで我々こういうことが20世紀の終わり頃できるようになったかっていうのを次の話です。これ横軸が、まあ、スケール、10の桁でログスケールっていうんですけども、で示してまして、1ミクロン10のマイナス6乗メートルから1ナノメートル10のマイナス9乗メートルぐらいのスケールを出しています。で、我々が見ている光の波長っていうのは大体ここら辺ですね。この緑のポインターは525ナノぐらいでなんで、まあ、このちょうどまあこの辺ですかね。光の波長です。で、まあ、光の波長とバクテリアの大きさは大体同じぐらい。で、もうちょっと下のスケールに行くと、例えばウイルスですね。これ、HIV ウイルスですけれども、ウイルスの大きさは大体10ナノぐらいって言われてます。まあ、もちろんウイルスによって大きさ違いますけれども。で、原子は、例えば鉄だと 0.2 ナノメートルってもっともっと小さい。で、今、ナノテクノロジーってもだいぶもう、広まった言葉ですけど、ナノテクノロジーって、まあ、大体数百ナノメートルから下ぐらいの領域を使いましょうっていうのが、ナノテクノロジーの、まあ、基本的な考え方なんですが、実はナノスピンテクノロジーっていうのは、これよりもうちょっと、小さいぐらいの領域を対象にしています。これなぜかというと、冒頭でお話したそのスピン散乱長ですね。スピンが、の向きが変わる距離。これが大体100から数百ナノメートル。実は最近、うちの研究でもうちょっと長い材料があるって分かってきたんですけれども、まあ、大体100から数百ナノメートルぐらいですので、これよりも下の、短い領域で、このナノスピンテクノロジーっていうのが、まあ、発達したということになります。で、これを使うと、スピントランジスタであるとか、まあ、スピン注入磁化反転素子であるとか、今までにできなかったようなものができるようになると。で、スピンの向きが、スピンが、距離を、その向きを失う距離すごく重要ですというお話をした理由はここです。ですね、電荷の使った電流とスピンの運動の最大の違いは、電荷は保存量です。つまり、電子って絶対、あ、すみません、電荷って絶対なくならないんです。これは大学での電磁気学を習うとマクスウェル方程式っていうのを習うんですけれども、それから簡単に導出できるんですけれども、電荷は保存量でして絶対なくなりません。だから電流っていうのは消えないんですね。で、一方スピンは、冒頭お話したそのスピン散乱長ぐらいの長さで消えるわけです。向きを失っちゃって。で、ということは、人間がこのスピンのを使ってその運動を制御するためには、スピン散乱長よりも小さな物質を作ってやらないと、このスピンの運動をうまく観測したり制御したりできないということになるわけです。で、今ナノテクノロジーが発達して、スピン散乱長よりも小さな物質を割と日常的に作れるようになったので、初めてスピンを作られるようになったということで、要するにナノテクノロジーが発展したことで、このスピントロニクスという分野を初めて、まあ、生まれることができたということなんです。で、よりそのスピン、もう少し近代の、スピントロニクスの応用素子の一つが、このトンネル磁気抵抗効果を使った、ランダム、磁気ランダムアクセスメモリー、MRAM と言われるやつで、これ今東芝とか TDK とかが一生懸命開発してますけれども、もう原理は先ほどご説明した通りです。
スピンの向き、磁石の向きが平行か反平行かで、情報を制御して、まあ、これいいのはですね、あの磁石の向き反転するのは大体1ナノ秒以下の高速で動作ができるっていうのが非常にいいところです。でおまけに磁石は不揮発といいまして、情報をずっとエネルギーをかけなくても持ってられる。これもう一つの売りです。なので、今あるトランジスタとこの TMR 素子、トンネル磁気抵抗効果素子を合わせて、MRAM というのを作りましょうというので、これ今東芝とか TDK が必死になって開発をしているというわけなんです。で、この MRAM でいいところは、先ほど言いましたように、この不揮発、情報不揮発ということです。で、今、DRAM とかがまあよく使われ、まあ、最近フラッシュもよく使われますけれども、DRAM のだけに話を絞りますと、DRAM では、情報は揮発性です。揮発性ってどういうことかっていうと、なんかしばらくするとなくなっちゃうんですね。で、なくならないために何してるかっていうと、ずっと電圧かけて電荷を保存しておいて記録させてるんです。なので、もうそろそろこの私のパソコンも裏が熱くなって触れなくなってきてると思いますけれども、あれはずっと電圧かけて情報を覚えておかなきゃいけないから、あれなんです。エネルギーを使ってる。そして熱くなる。これラップトップコンピューターって言いますけど、ラップって英語でこのモモのことで、モモの上に置いて操作ができるからラップトップって最初ついたらしいんですけども、こんな熱いものある膝の上に置いたら夏なんか火傷して大変なことになりますから、全然ラップトップじゃないんですね、今のコンピューターって。で、なんでそんなことしてるかっていうと、先ほどお説明したようにずっと電圧かけてるから。で、本当はそういうことしたくないんです。っていうのは、情報を覚えていくために無駄なエネルギーずっとかけ続けてるので、ものすごくエネルギー無駄にしてる。で、例えばスピンなんかを使うと磁石が勝手に向きを覚えてます。子供の頃に遊んだ磁石がいつの間にか N 極と S 極が反転したりとかなくなったりとかしてないですよね。なので、スピンを使って磁石の機能と組み合わせると情報が不揮発で、で、例えばこれパソコン入力するときにですね、もうやっぱり入力した記録を全部覚えておくために電圧かけたままなんですけれども、この間調べたんですけども、第1級のタイピストで1秒間にタイプできる数がだいたい10から12ぐらいなんです。だから1秒間ですから100ミリセッカン、100ミリ秒で1個打ってるだけ。だから残りの99ミリ秒は、要するにパソコンから見ると自分何にも指令を受けてないけど、ただ単に入力したものを覚えるために延々と電圧かけ続けてると。で、これいかにも無駄でしょうと。入れた情報を入力した時だけパッと起きて、パッと覚えて、でまたパソコンが自発的に寝てるっていうのができれば、かなり劇的な省エネになると。で、まあこのノーマリーオフコンピューティングっていうんですけれども、こういう MRAM とかスピントランジスタを使うとそういうのができるというふうに強く提案されてまして、まあ、それがまあ我々が工学的に面白いと思っていると思うんです。ということで、まあだいぶMRAM っていうのを期待されてまして、必死に試作が進んでて、もう今年出るかなとか言われてますけれども、はい。で、まあ、どんな装置を使って作るかっていうと、まあ、これ一つの例ですけれども、まあ、この部屋の3分の2ぐらいの大きさですかね、にこんな装置が一面敷き詰められてまして、真空中でいろんなものをつけてこういう装置を作っているということです。で、まあ、応用にもなるかもしれなくて、なんかスピンを使ってかっこいいかなと思っていただけたかもしれないんですけど、実はこれはまだ20世紀のスピントロニクスでして、21世紀の、現代の、第2世代スピントロニクスは、もっと発展してます。で、今からその話をします。それはスピン流というものを使っていると。で、スピン流何ですかという話なんですが、ここに出しているのが電流とスピン変極電流と純スピン流と言われるものの区別です。で、この中のスピン変極電流と純スピン流と言われるものを合わせて我々はスピン流と言ってます。イメージというか、まあ、考え方としては電流と対応しているスピン流、電流の電がスピンに変わっている、電流とスピン流という対応があります。で、まあ、電流というのは、もうご存知のように電子の流れ、電荷の流れです。で、電子には電荷があって、電荷はこの ボールで出して意味してますけれども、あとさらにスピンがあるという話を前半にしました。スピンは上向きと下向き、アップスピンとダウンスピンがある。で、電流っていうのは実は上向きスピンと下向きスピンの、数が一緒なんです。なので今これが右に流れると、電子は4つ右に流れてるんだけれども、スピンの数は2個と2個が逆向きなんで、まあ、ちょっと物理的には、正確ではないんですけれども、まあ、2個と2個で潰し合って、まあ、スピンの数は0個だと。だから我々普段の電流ではスピンも使ってないということになります。
でスピン変極電流、これはあの先ほどお話した、トンネル磁気抵抗効果とか巨大磁気抵抗効果で出る流れ、スピンの、あの流れですけれども、これまあ結局電流は電流なんです。電流は電流なんで、電荷の流れがありますが、今この絵だとボール3つなんで3つが右に流れています。ですが、スピンの数で見ると上向きスピンが2つ、下向きスピンが1つなので 2-1 で1個の上向きスピンが、右に流れていると。ですから電流も流れてるしスピンも流れてる。これがスピン変極電流です。でこれでも十分、まあ、あのスピントロニクスという分野を作るのにあの巨大なインパクトがあったわけですが、さらに現代のスピントロニクスではこの純スピン流というのを非常に日常的に使えるようになりました。我々の研究室でも、まあ、ほぼにあの我々の興味の対象はこの純スピン流と。でこの純スピン流というのはちょっと面白い流れで、1個の電子が上向きスピンを持っててこれが右に流れる。でさらにもう1個の電子は逆向きの下向きスピンを持って向きも逆向きに流れる。これが純スピン流です。ですので1個の電子が1個の電荷が右、1個の電荷が左に流れてますから、電子の数としては流れてないわけですね。 1-1 で0なんですが、スピンの数は、実はですね、これちょっと、難しい話になるので詳細は省略するんですが、この運動とこの運動が、時間反転対象パートナーと言われる運動でして、お互いは等価な相手と自分の区別がないっていうことが証明されてます。ってことはどういうことかっていうと、スピンの目で見ると、アップスピンが2つ右に流れてるっていう状況を作ることができて、電荷の運動はなくてスピンの運動だけがあるというのを仮想的に作ることができます。で先ちょっとお話したように、これ時間反転対称性というものを持っている、運動でして、実はこの時間反転対称性を持っている運動っていうのはエネルギーを消費しない。まあ、ここ見ると例えばあの電子の数トータルゼロですから、電流流れてないからあの電力消費してないわけですよね。電力は RI かな、なんかなんで、あ違いますね、RI 事情かで I ゼロなんで、電力を使ってないで、非常に奇妙な流れです。でそれを概念をもうちょっと詳しくご説明します。でまず大事なのが時間反転対称性という概念です。今ダルビッシュがキャッチャー、これ多分ソトかチリーノスだと思いますけども、まあ150キロか160キロぐらいのボールを投げるところビデオに撮ったとしましょう。すいません、ダルビッシュ、ドジャースに行っちゃってちょっと全然もう古いんですけど、ですね、まあ、とにかくこの運動をビデオに撮ります。でビデオを撮ったら今度逆回しにして再生して見てみましょう。これがすなわち時間の流れを反転させるということで、時間反転対称操作と言われるものです。でまあ、当然ピッチャーからキャッチャーにボールが行ってるのを逆に回すわけですから、キャッチャーからピッチャーにボールが行っているように見えるはずですよね。でこれ何を言ってるかっていうと、ボールの運動の向きが変わるわけです。時間の流れを変えると、まあ、これも自然ですね。この、ポインター今ポンと落としてビデオに撮って逆向きしたら下からヒュッと上がるわけだから、運動の向きが変わります。これ物理学では運動量の向きが変わるなどというような言い方をします。で大事なことはビデオを逆回しにしたら同じ運動にならないということでして、同じ運動になってるんだったら逆回しにしてもダルビッシュからキャッチャーにボールが行くはずですから、そうはならないわけですから、これは時間反転対称性がないという言い方をします。じゃあ、電子の運動にしましょう。電子の運動っていうのは電荷が流れる運動でした。でこれビデオに撮ります、逆回しにします。まあ、当然運動の向きはボールとピッチャーからキャッチャーに投げるボールの向きと一緒なので、ボールの場合運動の場合と同じなので運動の向きが変わります。もう一見して時間反転対称性がない運動だってことが分かります。でただ電子にはスピンもあります。でスピンの情報を乗っけますと、2個が上向き2個が下向きで、これをビデオに撮りました、ひっくり返しました。すると2個のスピンが逆向き、上向きスピンが逆向き、2個の下向きスピンが逆向きになりそうなんですが、果たしてこれでいいのかと。実はここにトリックがありまして、スピンの向きというのは時間の流れをひっくり返すと変わると。これが量子力学的な効果です。もうすみません、古典論で書いてますけれども、まあ、基本的にはこの自転の向きが変わるっていうふうにもうはしょって簡単に理解していただいても結構ですが、スピンの向きも時間の流れをひっくり返すと変わります。これを認めていただくと、上向きスピンが2つ、右に流れてるってことをビデオにとってひっくり返しますと、下向きスピンに変わって左に流れる。
で、下向きスピンが右な、2つ流れているのをビデオに撮ってひっくり返すと、上向きスピンになってそれが左に流れる。こういうこと、これが、正確な秒像です。ですが、まあ、相変わらず運動の向きは違いますので、時間反転対称性はありません。で、時間反転対称性がないってことは、エネルギー散逸があるって書いてますけれども、要するにエネルギーを使ってる運動だということが分かります。で、それを理解していただくために、簡単なモデルを出します。これも高校の力学でもしやった方がおられれば、思い出していただきたいんですが、単振動を考えます。摩擦のない場合と摩擦のある場合の単振動です。で、これ運動方程式書きます。これはもう量子力学も相対性理論もいらないので、ニュートンの運動方程式でよくて、こういう形で、まあ、書けます。まあ、摩擦って速度に比例した摩擦係数がかかるので、まあ、例えばこういうふうに書けるとしましょう。で、これを、ビデオにとって、時間を逆回しにするという操作をします。で、まあ、実際にビデオに撮るのも何なので、もうちょっと楽しましょう。楽をするってどういうことかっていうと、運動方程式の上で考えましょうと。そうすると、時間の流れを逆にするっていうことは、この運動方程式の中のこの時間の t ですね、この、項を、マイナス t に変えればいいんです。これが時間の流れをひっくり返すということになります。そうしますと、こちらの方程式については t の2乗ですってことは、マイナス t にして2乗にしても結局プラス t の2乗にしかなりません。ということは、この式と、時間反転操作をしたこの式見比べてみても何も変わりません。これはつまり時間反転対称性があるということです。で、摩擦のある方どうかっていうと、速度に比例した摩擦がありますので、ここが時間の微分の1次でして、 t がマイナス t になりますから、マイナスとマイナスでここがプラスに変わって、もう一見してお分かりのように運動方程式の形が変わってしまいます。これが、時間反転対称性がないという状態です。まあ、パリティがグー、パリティがキっていうような言い方をする時もあります。で、じゃあ、時間反転対称な運動である摩擦のない単振動の場合を考えましょう。で、これもし高校の時にやったことがある方は、その時でも思い出していただきたいんですが、こう縮めて運動が始まると摩擦がないので、いつまでたってもこれの単振動止まりません。永遠にブンブン振動してます。実際もちろんこういう場合に振動が止まるのは、床との摩擦があるとか、バネのロスがあるとか、空気の抵抗があるとか、そういうのがあるので、実際はそれでどんどんエネルギーを消費していって止まるんですけども、まあ、こういうモデル、理想的な経緯では止まりません。止まらないってことは、一回最初に得たエネルギーをずーっと失わずに永遠に保ってられるから、そういうことができるわけで、これエネルギー散逸がない運動だと言います。つまり運動方程式を見て時間反転対称性があれば、エネルギー散逸がないということが言えます。で、そういう観点でもう一回電流の運動を見てみ、電荷の運動を見てみますと、まあ、もちろん、先ほどから何度もご説明しているように、電荷の運動に関してはパリティ期で電流エネルギーを消費する流れです。これ抵抗として熱で無駄にしてます。で、スピン変極電流の場合、これもやっぱり電流ですので、やっぱりこれビデオにとってひっくり返しても、ダメなわけです。で、なぜダメかっていうのはもうご説明をしました。で、さらに考え方として、こういうのは正しくなくて、アップスピンの分はダウンスピンに変わって、ダウンスピンがアップスピンに変わると、で、これでもなおやっぱり収支は合ってなくて、時間反転対称性がないということです。で、復習すると、スピンの時間反転と、電荷の流れ、これ運動量ですけど、運動量の時間反転、この両者の積で決まると、これがポイントです。じゃあ時間反転対称性のある電荷の電子の運動ありますかと、実はそれが純スピン流です。で、これよく見ていただくと、2つのアップスピンが右向き、2つのダウンスピンが左向きです。で、これビデオにとって逆向きにしました。そうするとアップスピンはまずダウンスピンに変わって運動の向きも変わります。で、こちらもダウンスピンはアップスピンに変わって運動の向きも変わります。で、ずいぶん変わったなって思われるかもしれないんですが、これとこれと同じで、これとこれが同じですから、全体としては何も変わってないわけです。さらに、これは、これが時間の流れをひっくり返した時に行く相手っていうのは、自分が今見てるパートナーですね。です。これを、それが、時間反転対称パートナーといった理由なんですけれども、この、
こういうことが成立してますから、純スピン流っていうのはパリティがグーで、あの時間反転パリティがグーで、つまりエネルギー散逸がない、つまりエネルギーを使わないでスピンっていう情報だけを流せるということです。これがまあ第二世代スピントロニクスって我々が言ってる純スピン流エレクトロニクスというものです。でこれあのアニメをあの友人にもらったんですけれども、電流っていうのは電荷の流れです。アップスピンとダウンスピンがあります。アップスピンとダウンスピンはまあ潰しちゃうと思うと、まあ、電荷の玉の部分だけは流れてるんだけれども、スピン純スピン流になると互いが逆方向です。でそうすると、電子の運動同士は潰し合って、なんかこうスピンだけがあの足のないお化けみたいな感じになって流れてるように見えて、さらに時間反転対象操作の観点から言うと、スピンの、が2つ揃って同じ方向に流れてるように見えるということで、純スピン流が生まれると、こういうふうに定義されるということになります。すいません、だいぶ難しいですね。でこんなもん作れるのかと思われると思うんですけど、実はいろんな方法で作れます。我々のグループでこう電気を使った方法と熱を使った方法と、まあ、動力学的ってさらに変な効果です、やり方ですけども、この3つの方法でこういう純スピン流をいろんな材料に流して新しいあのデバイスにしようというふうに研究しているんですけれども、まあ、例えばですね、熱、これ簡単で、要するに磁石と磁石じゃないものを貼り合わせて片っぽを温めればいいんです。片っぽを温めるとあのこの純スピン流が流れてくれて、スピンっていう情報が運べるということが起きます。で電気使うのもまあ基本的には同じで、一番ヘンテコリンだけど面白いのはこの磁石の回転を使うと。でこれあの前半お話ししたあのアインシュタインドハース効果と似てるところがすごく多いので、ちょっとそれをあの例にするんですけれども、こういうことをやります。外部磁場をかけといて、要するに磁石スピンの回転をあの見ます。でこれあのコマの回転と同じで、あの磁石、外部磁場に対して磁石の向きってこうくるくる回りながら最後にこう揃うんですね。でこの運動を書いているのがこのランダウ・リフシツ・ギルバート方程式って、まあ、ちょっとかなりややこしい方程式ですけれども、こういう方程式です。でこの最初の項が時間の回転を書いてまして、2項目はこう時間が最後にこう外部磁場に揃うよっていう摩擦の項と言われてますけれども、そういう項です。でまあ、普段あの例えば駒遊びすると最後にグラグラしてバタッと倒れるんですけれども、それと同じあの原理で、外部磁場をかけると時間はこうくるくる回るんだけども最後に揃うということが起きます。で次に何やるかっていうと、この運動しているところにマイクロ波をかけます。これ電子レンジだと思ってください。電子レンジの中に何かあの放り込んだ実験してると思っていただいて結構です。で電子レンジと同じマイクロ波をかけて、ただしこのマイクロ波の周波数をこの磁化スピンの回転周波数と同じにしておきます。そうすると磁化がずっと同じところ回るということが起きます。まあ絶対にこう倒れないコマみたいなもんですかね。そうした時に我々は、この磁化の運動がこの点線で書いたこの軌道をずっと通ります。でこれ時間平均していると、まあ、ある時はこっち向き、ある時はこっち向き、ある時は向こう向き、ある時はこことかなりますけれども、時間平均を取ると結局この外部磁場に揃った、ただしこの円のど真ん中の、中心のところに来るような、大きさベクトルで表示できます。でこれこの最初の時間の長さとこの水色で書いた時間の長さって違いますよね。あの回転角シーターなんですけども、この同じだともうちょっとこれより上に来ちゃうんですけども、これ円錐なんで、水色の長さの方がちょっと小さいということが起きます。で思い出していただきたいんですが、この磁化、これスピン核運動量から来てるんでしたね。で、時間平均を取った時になんか、磁化が小さくなっているように見えるわけですね。ってことはスピン核運動量が小さくなっているように見えるわけですが、それでいいんでしょうかという話なんですが、アインシュタインドハースの効果の時には、核運動量保存則は絶対に破れちゃいけない法則だと言いました。ここでも同じです。だからスピン核運動量が小さくなっているように見えてるっていうのはそれだけだと間違いで、その小さくなっている分どっかに行ってくれないと収支が合わない。だからつまり、小さくなっている分がどっかに行っちゃうわけですね、スピン核運動量で。これが、原理でして、
こうやってスピンを強制的に、ひっつけて、回転している磁石、つまりの回転している磁石にくっつけた材料に強制的にスピンがグッて打ち込まれます。でこの打ち込まれた状態でさらにまあ電流が流れ、トータルの電流が流れてないとか電圧かけないとかいうこういう条件があるので、電圧もかけないし電流も流さないのにスピン流だ、純スピン流だけがこの回転している磁石にきっつけた材料に流れるということができます。でこの純スピン流、その電、理想的にはそのエネルギーを使わずにスピンという情報を流せますということ、何がうまみなのかと言いますと、エネルギー問題なんですね。これちょっと古い資料なんですが、2006年にと比べて2025年に、世界の IT 機器の消費電力どれぐらい伸びるかっていう計算書の、まあ、これ2008年でだいぶ昔の予測なんですけれども、10倍ぐらいになると。いうふうに予想されています。これ、どれくらいの量かになるというと、全世界の電力消費量の 15%、 地球上の総エネルギー消費の 6%、 もう相当な量です。でこの理由の一つがやはり情報爆発でして、あまりにも覚えさせておく情報が多すぎるということで、このデータセンターっていうのが、まあ、世界の活躍あちこちにあるんですけれども、このデータセンターって結局ハードディスク、つまり磁気記録の巨大な集合体です。こんなもうバカでっかいビルみたいなもんなんですけれども、ここで先ほど言ってたようにずっとこの電力使って物を覚えさせてみたいなことをやってますので、ものすごい電力が必要で、今だと1個データセンター作ると原発が1個いるとか言われて、隣に原発作ろうとかアメリカでは言ってるらしいですけれども、そういうクレイジーな状況になってます。なので我々何が必要かっていうと、この IT 機器の低消費電力化ってすごく重要なわけです。あ、はい。で、スピン流、広い意味でのスピン流、つまりスピン変極電流と純スピン流を使うとどういうことに貢献できるかというと、例えばこの磁気抵抗効果っていうのを使うと、スピンを使ったメモリーができますので、データセンターの省エネにつながるとかですね、先ほどちょっとお話ししたその 熱差をつけると純スピン流が流れるっていうことで、今まで無駄にしている熱ですね、今ここでこのパソコンが必死に放出している熱をうまく再利用して情報伝達とかに使えると、また電力に変換できるということもあります。まあその他もろもろいろんなうまみがありまして、まあ我々のグループで主に、新しい熱電変換であるとか、ディシペーションレスで、まあ散逸がないっていうことですけど、散逸のない純スピン流エレクトロニクスであるとか、まあそういうところに興味を持って研究しているわけです。でまあ、これ若干繰り返しになりますけれども、スピントロニクスの持っている不揮発性省エネルギー性を使うことで、ノーマリーオフコンピューティング、これ途中でお話ししましたけれども、待機電力を一気にカットするということができるだろうと言われてますし、情報の伝達に理想で必ずエネルギーは必要なんですけど、そのエネルギーをまず最小化する、純スピン流を使って、でさらにスピンを使った計算っていうのができれば、計算にはエネルギーを使わないってことが分かってますので、こういうのをリバーシブルコンピューティングっていうんですけど、こうスピンを使うのはこういう意味で面白みがあると。でさらに、純スピン流、今トポロジカルっていう言葉も今流行ってるんですけども、スピン流、スピンカレントを使うことで低エネルギーの演算とか情報伝達っていうのを狙っていると。であとは新しい、熱電変換、スピンカロリトロニクスっていう新しい領域とかができてまして、まあ、今までの、固体物理学をの、まあ、限界をはるかに超えたような新しい概念とか新しい効果っていうのがどんどん出てて使えるというふうに言われてます。でまあ、どんな材料でできるのかっていうと、まあ、いろんな材料あるんですけれども、我々が特に興味を持っているのがこの4族、周期律表の4族ど真ん中ですね。カーボン、シリコン、ゲルマニウム、この下が鉛か鈴かなんかだったと思いますけれども、このゲルマニウムまでを我々主に興味を持ってやってます。っていうのは、炭素、これ炭素っていうのも要するにダイヤモンドとか、グラファイトとか、あとまあ最近ですとグラフェンとかカーボンナノチューブとかフラーレンとか、まあそういういろんな分子があるんですけれども、いろんな材料があってどれもすごく魅力的で、大事なのはこう単体で存在できるということですね。で炭素だったら炭素原子だけで、シリコンはまさにシリコンだけで存在します。ゲルマニウムも一緒です。で単体で存在することのメリットっていうのは、この例えばガリウムとヒ素と
いうのを組み合わせて、赤色のこの半導体データ、これはちょっとまた別の材料で作ってると思いますけれども、こういう組み合わせてしまうと必ず組成制御といいまして1対1にするとか、まあ、そういうのいろんな技術が必要です。であとはもう一つのメリットは、四族ってあんまり毒物がないんですね。シリコン食べても死にません、炭素も、食べても別に死にません、ダイヤモンドは消化しないと思いますけど、特に死なないですよね。で例えばガリウムヒ素ってあんまり食べたくないと思うんですけども、結構毒物が多くてですね、まあ余談を言うとガリウムヒ素どうもガリウムヒ素食べても胃酸では分解しないそうで死にはしないそうですけれども、まあそんなね、あんまりやりたくないと思いますけれども、毒物多いっていうのはあまりよろしくないと。であとですね、炭素とシリコンはユビキタスといいまして、まあ、地上にほぼ無尽蔵で存在してます。で例えば変な材料を使おうとすると、なんかその材料がどっか世界の変なところにしかない、どっか一つの国にしかないっていうことになると、当然そこの国は輸出するのにすごいお金要求するわけで使いにくくなるわけですよね。でもどこにでもあるっていうのは、結局安く簡単に手に入るってことで、非常に元素戦略っていうんですけど、元素戦略的にもいいということで、この四族って僕らは少なくともすごく魅力的だと思ってまして、それで四族を使って研究しています。でまあ、どんなデバイス具体的にありますかというと、まあ、例えば例ですけれども、再構成可能論理回路みたいなのを作れるというのは理論的にも提案されてまして、まあ、日本人が提案したタイプとアメリカ人が提案したタイプがいろいろありまして、まあ、今これアメリカなんかでは本当に国家プロジェクトが始まって研究が始まっているようです。なのでうちも負けずに、我々はこちらのタイプのトランジスタをやってるんですけれども、進めようと。で実現に向けた技術ポイント、これもやっぱりまあ、私の興味は基本的に基礎なんですけども、やっぱりせっかくいいものあるんだったら応用にあった方がいいので、応用に向けた技術的なポイントも考えてみたんですが、やっぱりまず室温、つまりこの環境で動かないとダメなんですね。新しいパソコン買ってきてものすごいいい性能らしいって言ってドライアイスの中につけないと動きませんとか言われたら結構萎えると思うんですけれども、室温で動く、これすごく重要です。でこれ実はもうできています。であとですね、スピンの流れ、これスピン流でもスピン変極レンデルでもいいんですけど、これが今ある普通のトランジスタと同じ原理、つまりゲート電圧で流れを制御できること、これ結構重要です。であと磁気抵抗比、これは要するにオンの状態とオフの状態にはどれぐらい綺麗に区別ができますかっていうことですけれども、それがある程度取れることが重要で、あとはやっぱり今の喫緊の課題である消費電力ですね、この面で低消費電力にならないといけない、まあ、そういう意味では純スピン流が使えるので非常によろしいと。でまあ、いろいろとデバイスの構造上の制約なんかもあるんですが、基本的に今までの我々の研究でこの5つのうちの4つはクリアできたと思ってます。で、まあ、その他のポイントとしてはやっぱり環境親和性も大事、あと産業用のことを考えると、これ特に会社の人がよく言うんですけれども、今ある技術と親和性がないとダメ、今までの技術で全然それを置き換えるようなことをやろうと思うと、とにかく初期投資もかかるし、ノウハウもゼロからやり直さなきゃいけないし、相性悪すぎますと言われます。ですので、その面では我々は特に興味を持ってシリコンですね、こういうシリコンみたいなのを使うと、もうシリコンのトランジスタの業界っていうのはもう本当に素晴らしい蓄積があって、ものすごい技術的な優位性があって、でしかも今まで企業がもう何千億では済まないな、多分何兆と投資をしていて、それを無駄にうまく使えれば無駄にしなくて済みますから、シリコンってすごくいいんです、そういう意味では産業的にも。でシリコンでやっぱりそういう意味で世界的にも注目されて、すごく研究されてますけれども、今のところ幸い日本勢がかなり有力というか、日本勢の一人勝ちに近いような状態でかなり進んでます。でこれ何3年ぐらい前かな、その TDK と一緒に、共同研究をした、まあ、新聞発表をした時の兄弟からのホームページプレスリリースですけれども、まあ、随分長い間彼らとやってて、もう10年ぐらい共同研究してるんですけれども、まあ、10年間苦労してこのシリコンスピントランジスタって新しい素子を室温で動かすことに成功したというのが発表です。なんか記事は内容はなんかちゃんと説明したのになっていうような内容になってるんですけど、あまり内容ここに書いてあることはあまり突っ込まないでいただきたいんですけれども、はい、あとですね、これ、まあ、これも余談ですけれども、やっぱり会社と一緒にプレス発表すると、やっぱ会社も本気だなっていうのが新聞記者の方にも伝わるみたいで、まあ、すごくいっぱい取り上げてもらえるんですが、一番ビビッドに反応したのが株式市場でして、新聞発表した次の日の
TDK の株価が、1株当たり150円あの9時に開いてすぐにドンと150円上がりまして、最初にああ150円かと思ったんですけど、調べてみると TDK って発行済み株式数が1億6000万株か1億8000万株かなんかあるらしくて、計算すると企業価値がその一週で200億上がったみたいなんですね。でこの発表の後であの TDK に行ってあの講演をする時があって、あのセンター長の人とか役員の人がいて、その話をするとすごい受けまして、これ社長に必ず報告するからそのスライドくださいとか言われまして、あのちょっと役に立ったかみたいな思ったんですけれども、すいませんどうでもいい話でした。であのまあ当然あの他の材料も有力なんで、例えばゲルマニウムをあの使ってその室温であの純スピン流を流せましたっていうあの発表もしてます。でこれなぜかイギリスの物理学会にあの興味持ってもらって、このフィジックスワールドっていうあの、ね、ウェブにも掲載してもらったりしてます。でまあこの辺の半導体、まあ、シリコンとかあのゲルマニウムを使ったスピントロニクス、純スピン流エレクトロニクスの話もこのパリティっていうあの物理の好きな方がよく読まれる雑誌なんですけれども、あの2016年の1月号と3月号にあのちょっと記事を書いたりもしてます。あの かなり分かりやすく書いたつもりです。であと最近ですとあの携帯電話のヘムトっていう、まあ、素子があるんですけれども、携帯電話のヘムトって、まあ、あの非常にこう薄いところにあの電子が閉じ込められて非常に高速で動けるっていう系なんですけれども、この携帯電話とヘムトという素子と同じこう二次元電子系といわれる系が、まあ、他の材料でもできます。すごくあの一つの中一つ面白いのが酸化物、要するに絶縁体と絶縁体を貼り合わせると、電流が流れる。で電子が流さないものと流さないものを貼り合わせたところに電子が流れるっていうのがあります。まあそうだな、サンドイッチで言うと普通、まあ、中に具を挟まないとサンドイッチにならないんですけども、パンとパン貼り合わせただけで勝手に中になんかハムができてるっていうような、ちょっと非常に面白い系なんですけれども、あのそういう系で初めてあのスピン流が流せるっていうのを、今年あの見つけて発表したりとかあのしてまして、まあ、いろんな材料であのこういう純スピン流を流せる。で結局それは何を意味してるかっていうと、純スピン流を流すことで新しい、スピンデバイスを作る材料のステージがどんどん増えていく。つまりいろんな材料を使えばいろんな特徴のある素子が作れるはずで、そういうあの今あの材料的な基盤作りが大体終わって、これから応用が始まるっていうところだというふうに理解しています。ということで、今日のお話のまとめですけれども、まずですね、ナノテクノロジーが発展して我々は物質を小さく加工できるようになりました。こう小さく加工できるというのが重要でしたね。あの100ナノメートル以下とかで、そのおかげで今まで困難だったスピンの活用っていうのができるようになりました。これはスピン散乱調、スピン拡散調ぐらいの長さでスピンが向きが変わって情報として意味がなくなっちゃうので、小さくするのは重要だと。でさらに近代では、電流に相当する新しい物理的な流れであるスピン流というのが使えるようになりました。でこのスピン流の作り方もいろんな手法があります。今日はまあ時間の関係で一つしかお説明しませんでしたけど、いろんな手法で純スピン流が作れるようになった。全部これ室温で、あのこの辺の温度で流せます。でこのスピン流を用いた新しい情報伝播であるとか情報処理っていうのが可能になるかもしれません。あのこれが低消費電力のためのグリーンテクノロジーのキーになるだろうというふうに考えているところです。ということで、大体時間かと思いますけど、本日はどうもありがとうございました。